はい、どうも皆さん、トライアングルです。ということで今回国志望で、こんにちは。はい、ということで今回はですね、こちら党をやっていくんですけど、はい、今回なんとこちらですね。はい、サイコロステーキ先輩、こちらは、サイコロステーキ先輩なんだけど、神の呼吸を持つサイコロステーキ先輩です。どういうことかというと、このサイコロステーキ先輩、今から、ちょっと出させていただくんですけど、こちらですね。はい。体力300。そして、すべての呼吸を使います。もう全呼吸を使うサイコロステーキ先輩なので、姫島さんとも、前は勝ってました。でも、やっぱりアップデートが進むにつれて、この、この神の呼吸を持った、サイコロステーキ先輩でも柱になかなか勝てなくなってきたと。やっぱり柱とかね、鬼殺隊がどんどんやっぱりアップデートで強くなっていったんだけど、この、神の呼吸を持つサイコロステーキ先輩は、コマンドキャラクターなので、多分アップデートがされてないということで、まあ、強さがそのままなんですよね。もともとは本当に姫島さんでも全然、勝てないような相手だったんですけど、すごく、まあ、ちょっとやっぱり鬼殺隊の方がどんどん強くなっていってしまったということで、今回神の王の塔ということで、やっていきたいと思います。そして、王ということは、そうです、今回は真の鬼殺隊モードなので、無惨様の血を、この神の、サイコロステーキ先輩に与えて、それで、その鬼殺隊と戦わせていきたいなと思います。で、1階がまず、まあ、せっかくね、サイコロステーキ先輩なので、1階がゴールデンサイコロステーキ先輩。そして2階がサイコロステーキ先輩の鬼化サイコロステーキ先輩ですね。そして3階が神の呼吸のサイコロステーキ先輩で、それぞれ、こちら、1階、2階、3階は同じです。10、30、40、20、25とありますけど、これが無惨様の血です。で、出た、血を与えて、こちらで3体引きます。はい、こちらですね。まあ、なかなか強いと思うんですけど、でも、伊之助が2人いたりとか、鱗滝さん、サビトもいます。ハズレもいる中で、まあ、当たりもいるよっていう感じで3体引いて、まあ、その、出た血をゴールデンサイコロステーキ先輩に与えて戦わせるという形で、行きましょう。神の王の塔、一番上に待つ神の王に挑みます。ということで、先に2勝した方が勝ちですね。まあ、先っていうか、結果的に2勝ですね。じゃあどうしようか。最初、血は最後の方がいいよね、一番重要だから。なのでまず鬼殺隊いきます。では1体目、はい、おお、当たりじゃない、これ当たりぞ。いいぞ、品津川さん、かなり大当たり。多分2番目の当たりかな、姫島さんの次ぐらいに。では2体目、はい、あー、はずれ、おー、はずれ、サビと一番の外れかもしれません。いや、しかし品塚さん当たってるからトントンよ、今のところ。さあ行きます。はい、うわ、これは鬼の血次第。ちなみに、申し訳ないんですけど、下調べしてないので圧勝になる可能性もあるし、もう本当に完敗な可能性もあります。ちょっと事前戦わせてないのでね、どんな感じになるかちょっと本当にわからないんですけど、ではこちら行きましょう。今んとこどうだろう、品津川さんと猪之助いるから、多分普通にやれば全然勝てる。品津川さんとゴールデンサイコロステーキ先輩だったら絶対品津川さんの方が上だから、だからここら辺引かないと厳しいんじゃないかな。10だと無理だと思う。では行きます。はい、さあゴールデンサイコロステーキ先輩に与える血の数はこちら、うわーお、40、これは強いね。ちょっと待って、これ強くない？これはさすがに圧勝になるのでは。いや、40個はさ、いくら品津川さんといえど、なんかバックステップ取っちゃうようになっちゃったな、なんか最近。では、いきます。こちらですね、ゴールデンサイコロステーキ先輩。サイコロステーキ先輩に、金のインゴットを与えることによって誕生するサイコロステーキ先輩ですね。はい。いや、40個って相当じゃない？いきます。ではまずサビトにしようか。サビト、伊之助、そして品塚さん。さあどうだ、これはいくらなんでも無理な気はするが、力
か信じましょう。品塚さんと猪之助を信じましょう。これは今回、もちろん鬼殺隊側を応援させていただきます。さあ綺麗に輝く、黄金に輝くサイコロステーキ先輩、ちょあまりちょっと体力見るのやめようか。これさあ今のところ猪之助がタンク役になってくれてるおかげで、品川さんが後ろからあまりダメージを、まあでも全体攻撃はあるからダメージは受けるんだけど、あまりダメージを受けることなく品川さんが攻撃し続けることができるっていうのがかなり大きい。やっぱり品川さんはね、残り体力1っていう、それで耐えて倒すっていうことができるから。おーっと、ここで猪之助がやられた。ちょ見るか、そろそろ261と81、やはり血40個、そしてサビトと周りが猪之助ということで、かなり厳しい。でもこれ、まあこれ今回厳しいかもしれないけど、意外といい塩梅なのかもしれない、この血の数。いやでも分かんないか、こっから品塚さん残り体力1になってから強いぞ。さあこっからあざものに、あざものになるので、一気にここで耐えて耐えて耐え抜いて残りって、意外とね、これで、あーこれもう、品塚さん無理だなって思ったところから意外と生き残りつつ、さらに攻撃力もどんどん加速させていって、ほら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 、まあ、ダメだった。まあ、血40個で、ねえ、品塚さん、ね、猪之助とちょっとサビトだったからさすがにって感じだったね。残念ながら。いや、しかし、いい勝負ちょっとこれできそうな気はする。よかった、ちょっとどうなるか心配だったけど。はい、ということで。では次2回行きましょう。今度はこちらですね、サイコロステーキ先輩、鬼かサイコロステーキ先輩にこちら血の数と鬼殺隊がこちらになります。ちょっと変わってますね、白磁があったりとか、あとまあサビとは相変わらずいるんだけど、まあ基本的に猪之助はいないっていう感じになっております。だから結構当たりは多いけど、まあここら辺引いたら厳しいかなって感じですね。では行きます、1体目。ちょっと運悪いかな、これ今回。やばい、ここで勝たないとさ、おお、よーし、来た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 、オッケー。次、ここで柱、ここで柱、柱、よーし。さあ、あとは問題ここぞ、ここ。40引くなよ。あ、40は引いちゃダメだぞ。40はやめてくれ。20! いや、これあるぞ、これ勝てるんじゃないか。姫島さんと品津川さんいて、で、しかもさっきの半分、あります。これですね。普通にサイコロステーキ先輩に、鬼の血を与えることによって、この鬼かサイコロステーキ先輩になりますと。では、いきます。まず、鱗滝さんからいこうか。鱗滝さん、品津川さん、姫島さん。これはどうだ?いい勝負になるんじゃないか?いや、多分勝てると思う。うん、さっきもなんだかんだ170なんだったし、でも、ゴールデンサイコロステーキ先輩と、鬼かサイコロステーキ先輩で戦わせると、鬼かサイコロステーキ先輩の方が強いので、そこがどうなるかなっていうところですね。はい。さあ、果たしてどうなるのか見せてくれた前。体力261、そして姫島さんが、いやでも結構食らってる。いや、もう半分くらい食らってるわ。これは厳しいか?結構厳しいかもしれない、これ。いくら姫島さんと品塚さんといえど、いやでも品塚さんがまだ体力半分残っていて、姫島さんもこっからあざものになる。その状況で、サイコロステーキ先輩186ですね。まあ、あざものなので、サイコロステーキ先輩は鬼、まあ一応、鬼化というか、もう完全鬼の分類になってると思うから、あざものがかなり効くと思うんだよね。残り体力112、そして姫島さんが残り体力もうこれでやられてしまう、姫島さん。いや、しかしまだギリギリ耐えてる。姫島さんがここでやられた。さあ、そして残り体力71、64と、そして、いや、いい勝負じゃないか。これいけるんじゃないか。品塚さん残り体力1から耐えるよ。で、さらに、あざものも残ってる。さあ、そして、品塚さんがここであざものになった。いや、しかしこれ体力逆転した。体力逆転してしまったが、残り体力互角ということは、互角だったら、そうだね、品塚さんの勝利。よーし、ギリギリ。ギリギリ。危ない。これで1勝1敗です。いや、結構いい勝負してんな。そしてこちらですね、サイコロステーキ先輩、神の、サイコロステーキ先輩、いきなり強さが跳ね上がります。なので、今回、5体です。5体、引かせていただきます。はい。まあ、さっきの見てもらったらわかると思うんですけど、5体でもちょうどいいぐらいなので。
はい。そしてガチャの中身はこうなっております。でまあウロゴダキさんがいたり、でもサビトがいないかな、その分結構当たりは多い。5体じゃなくて4体のがいいかな、これは。4体でいきましょうか。ではいきます。はい、よーし、夢島さんこれはありがたい。では次、はい、お煉獄さんいいんじゃない、煉獄さんいいよ。とりあえず鱗滝さん引かなければ基本的にまあいいかな。まあ道勝が 理想だけど、いやいや強い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 んじゃない。はい、最後、おお、おたんじろう、ちょっと待って、おたんじろう一応そうだよね、鬼のになるからね。オッケー、これで通常のたんじろう。では行きましょう、こちらですね。40、10、20、30、25、10とかだとありがたいな。20、うん、いやー分からん、20でも強いから、本当に強いからねこれ、この鬼か、サイ鬼かじゃない、神とサイコロステーキ先輩いきます。では20個、あなたに20個の血を授ける。ではいきます。まず炭治郎いっか、炭治郎、そして牛さん、煉獄さん、姫島さん、さあどうだ。おー今月の呼吸打った。でもこの神の、サイコロステーキ先輩確かに強いんだけど、結構ギャンブル要素を含むんですよ。まあ、全ての呼吸を使うって言いましたけど、何の呼吸が出るかは完全にランダムなので、弱い呼吸が出るかもしれない。うん、今みたいにこういう感じで月の呼吸がいっぱい出たら強いんだけど、そんなに強くない呼吸ももちろんあるわけだから、その呼吸がまあ頻繁に出てきたとしたら一気にまあその神の呼吸、いやいやいや強い。さあどうだ、これ体力ちょっと見てみようか。いや結構もう姫島さん半分削られている。待って、煉獄さんももう体力かなりガッツリ減ってる。いや19だよ、19。え、ギュウさんもやばい。いやでもサイコロステーキ先輩が残り、どうだ、どうなんちょ、見えない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 、残り44、残り44。いやしかしほとんどやられてる。あと姫島さんとギュウさん、どうだどうなる。おお、12、73。これ鬼の血がもしこれ20じゃなくてさ、あ間違えた、ごめんなさい、20じゃなくてこれ25とかだったら多分無理だったわ、おそらく25、30、まあ、4じゃ絶対無理だったわ。これどっちかだとしてもおそらく負けてた。うわこれはちょっと個人的にいい勝負、よかった、いい塩梅だったわ。はい、ということで、今回は、神の王の塔をやってみましたが、いかがでしたでしょうか。いや結構こんないい勝負になると思わなかったから、ちょっとほっとしてます。はい、でさらにめっちゃ面白かった。なのでちょっと今後もね、この、神の、鬼殺隊ですねを味方に引き入れて上限の鬼とかと戦うかもしれないので、またその時はね、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。実はですね、まあ、最近無惨の塔が多いと思うんですけど、実はとある建築物を今作っております。まあ、無惨の塔みたいな感じですね。で、もちろんルールはが、かなり変えて、まあ、大規模な建築物となっておりますので、よかったらね、その時は見ていただけたら嬉しいです。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあ皆さんお疲れ様です。バイバイ。